東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？サンフレッチェ広島がホームに湘南ベルマーレを迎えた一戦は 2-2 の引き分けに終わった。広島、湘南ともに2試合連続ドローでリーグ戦は2分け1敗と初勝利はお預けとなった。試合は後半早々、前半はシュートわずか1本に抑え込まれていた湘南が動かすことになった。後半1分、左からのパスをミドルレンジで受けたミッドフィルダーパウリーニョが左足を一閃、ブレ球ミドルはゴールキーパー林拓人の手を引いてゴールネットに突き刺さった。しかし広島も後半22分、コーナーキックの競り合いの中でディフェンダー塩谷を貯めて同点。宇鷹の移籍後初ゴールで試合が振り出しに戻った。ただこの日の湘南は王者相手にもひるまなかった。後半26分、ミキッチのコントロールミスを奪ったパウリーニョがスルーパス、反応したフォワード藤田義弘が左足で流し込み再び勝ち越しに成功した。それでも広島は国内ではなかなか負けない。アディショナルタイム表示の4分を回り、ラストプレーと見られたプレー、自陣からロングボールがゴール前に上がるとフォワード浅野拓磨がエリア内に入ってシュート、これがゴール前の混戦に入るとミッドフィルダー藤田誠也に当たってゴールネットに収まった。湘南は前節の川崎フロンターレ戦でもアディショナルタイムの失点によってドローに持ち込まれており、2試合連続で勝ち点3がこぼれ落ちた。 2-2 のドローで辛くも勝ち点1を手にした広島、ただ今季公式戦の未勝利は5戦に伸びた。またこの日が34歳の誕生日だったフォワード佐藤久人も先発したが後半開始と同時に途中交代。